が入り口か。多分ね初めて来る。結構寒い。まあ、早速なんか入り口にスポッチャがある。ほらスポッチャの受付がある。マイナショーはね千葉県の習志野にあるラウンドワンに来ました。あ、ここも形が変わってるな。パンチングマシン発見。太鼓待った。後ろめっちゃ広いんだけど。やば。相当助走つけられるぞこれ。この辺からにゃーんっつって。しかも100円。じゃあね、実はパンチングマシンやった後なんですけど、太鼓の達人やりたいと思います。ガラガラだね。みんな来ないのかな、あまり。うん。なんかいいね、撮影角度が。なんか出来たてホヤホヤのラウアンみたいな。ちょっと誰かな？靴。これまた変わった面だね。他のところは特に変わってないね。メンテナンス3月1日にしたらしいよ。感度がいいね。リミットスケート使うんじゃないここ。この補正ガチで反応するから結構メンテいい。やるか、後でまたやるかも。右の台こっちもね、こっちも一品似てる。さっきのところ叩き心地結構線が入ってるぞ。アタートの近くで見せます。いや85本当に嬉しいんだけど、まだ希望があるよね。反応は大丈夫なの？だから息だってパンチングマシンやってる人がいい。気のせいか。
しね、旧式やりやすい。なんか1ピート、そっちの1ピートは似てるって言ったんですけど、やるとちょっと違うね。押し込み具合が違う。肘でも入れるぜ。はい、いいと思って72。こっちは1ピーだな。あー、ここ一番入んない、2ピーで、周りはこんな感じ。やっぱそっちの2ピーかな、格別に違う気がする。で、さっき言った画面がこんな感じ。ここですね、ほら、称号のところがやばいよ。あー、猫ちゃんが切られてる、しゃもじも切られてる。こんな感じ。で、あの、千葉県の人を別にディスってるわけじゃないんですけど、ここにガム、これね、よくね、昔いたんですよ、ガム道端に吐いたりとか。そう、もう10年ぐらい前かな、10年ぐらいの前の神奈川、東京とかよくいたけど、もう今時いない。ほんとなんかね、昔ながらなんだよな、千葉県って。もうね、こっちいないよ、ガムをなんかそう道端とかそういうとこくっつける人。昔ね、いたね、まだなんか日本が荒れてる頃ね。いや、ラスクレ、やっぱ自己ベ出した台は後々恋しくなると思うんで、もう一回やる。遠いからね、なかなかできない。マーチングマシンも結構やったからね。安定して入るね。これスマイルスマイルスマイル裏、もう自己ベ出ると。スマイルスマイルスマイル裏ね、合計3回全量したんですけど、あの、一発で自己ベ出したじゃないですか。あれ以上の出すね、出なかった、全量したけど。え、これどうやって上がるんだ上。上にもパンチングマシンあったんだけど、マジ。え、パン、あ、スポッチャか上。ほら、そういうことか。ここから入れるんだ、あ、違うわ、ここは閉じられてるんだ。ほら、あ、スポッチャか、そういうことね。上も行きたかったな。いや、この配置もすごいな。すごい新品なんだけど、旅動画で一番新品かも、日本にいたところ。面白いのが、近すぎでしょ。パッドの生地が違う。歴代1位なんだけど、信頼だな本当に。ほら、めっちゃ新しいもん。ほら、
素材が違うよ、普通のやつと。なんかここと似てる、ほらほら変わったのかな。綺麗だな、ほんと。すげえ。おお。ゴー！君のパンチを見せてやる。ここでも天井すごいね。凝ってるな。なんかラウアン結構ね、店内とか変わり始めたね。ゲームあるね。なんだろう。いやー、ブランクでかいね。あの怪我する前とかだったら500以上出てる台かなと思いました。うん、なんかダメになってた。でラウアンといえばこのハーゲンダッツ。これね、取れるとこと取れないとこがあるんだよ。なんか店側に言うとアームのネジが緩んでましたとかなんか言い訳されるんですけど、うん、それももうね、めんどくさいんでいちいち言うの。いや、やらない。他のおとげも見ていきましょう。これ最近ラウアンに置いてあるよね。あ、おとげコーナーちっちゃいわ。ニデラ、ギタドラ、ダンレボ、マイマイ、音劇に、チューニズムに、サンボル1、ポップン1って感じかな。前他の動画で言ったんですけど、スポチャってフリータイムと90分の料金が全然変わんないっていうね。でまあ行きたかったんですけど、ちょっと他のとこにも行きたくて今日は断念かな。まあ一応ね、普通のアミューズメントは見れたんで、今度また機会があったら行きたいな。でスポッチャがあるせいで結構場所が狭いです、普通のアミューズメント。うん、まあ狭いって言ってもね、まあ普通にこと足りるんでいいとこだった。